北九州線は、かつて西日本鉄道が、福岡県北九州市内で運行していた、軌道路線の総称である。北九州市内の文字区、小倉北区、八幡東区、八幡西区の市街地を東西に貫く、北九州本線、小倉北区と戸端区の中心部を結ぶ戸端線、戸端区と八幡東区の中心部を結ぶ枝高線。 小倉北区と小倉南区の北方地区を結ぶ、北方線の4路線があったが、いずれの路線も2000年までに全廃された。筑豊電気鉄道線の列車が乗り入れていた、北九州本線の黒崎駅前、熊西間については、同線の全廃と同時に、筑豊電気鉄道が第二種鉄道事業者になり、西鉄は鉄道施設を保有する。 第三種鉄道事業者になったが、この第三種鉄道事業については2015年3月1日に会社分割により、筑豊電気鉄道へ承継され、この時点で、西鉄北九州線は、明日ともに完全に消滅した。文字筑工が運営していた路線を委託された形で、成立し、1936年に廃止された他の裏線については、 文字執行の項目を参照。いずれも突起がないものは、廃止時のデータである、当選は、元来、九州電気軌道の手によって、国際貿易港として栄えていた文字、旧城下町で商業の中心地小倉、八幡製鉄所が立地する、工業都市八幡交通の要衝地、織尾など、北九州地区の主要都市を連絡する、阪神電気鉄道に範囲を取った。 都市間高速電車として、計画、建設された。そのような事情から、当線では開業当初より社長である、松方孝次郎の縁で、阪神電鉄1型に準じた構造の当時としては、大型、高速のボギー車である1型が使用され、以後も一般に、完全な市内電車である、福岡市内線よりも、大出力、高速運転対応の車両が使用されていた。 最後まで残存した黒崎、織尾を筆頭に専用軌道の区間も多く、停留所間隔も長かったため、運行速度は路面電車としては比較的高速であった。街道沿いの主要都市や集落を極力フォローすることを優先して、ルートが選定された結果、勾配も多い上に運行区間が非常に長いという厳しい線路条件となったが、 運行本数を増やして、フリークエントサービスに努めた結果、その利便性の良さと、電気鉄道ゆえの快適性もあって、沿線住民から歓迎され、鹿児島本線電化まで長距離列車主体の、国鉄鹿児島本線との住み分けが成立していた。ただし、長距離運転ゆえ高速性もある、程度考慮されたとはいえ、急行運転は行われなかった。また、 専用軌道区間、特に富の砂妻の曲線区間では、河川柱を斜めに検色する、阪神をはじめとする、明治期のインターアーバンによく見られた古い様式の河川設備が最後まで残されており、レンガ作りの橋脚が多く残されていたことと合わせ、どこかエキゾチックな印象を与えるものであった。沿線に、八幡製鉄所が存在したことから、四川区を含めて、 高度経済成長期には参考体制の同所の勤務形態に合わせた大量輸送能力が求められ、路面電車としては日本初となる三車体連接車を筆頭とする大型連接車群の大量導入が1950年代後半以降実施された。その結果、モータリゼーションによる自動車渋滞とこれによる路面電車撤去論が吹き荒れた1970年代。 初頭の時期にさえ、諸葛の小倉北警察署が先導して、円滑な市内交通のために、小倉市外での自動車一方通行の断行によって、電車運行を最優先させるほどの輸送実績を上げていた。しかしながら、1970年代前半以降は、製鉄所の事業規模の縮小とモータリゼーションの進行で、輸送需要が縮小。 1980年代以降国鉄が近郊電車の高頻度運転や駅の新設などを開始したことで致命的打撃を受けた。1980年にモノレール建設に用地を提供する形で北方線が廃止。1985年10月に北九州本線の文字、砂妻と戸端線、枝高線の全線が廃止され、 1992年10月に北九州本線の平用軌道区間が全体となる。黒崎駅前、折山は平行道路が存在せず代替が困難として最後まで残されたが2000年に鹿児島本線、黒崎、折山に人間駅が新設されたのと引き換えに廃止された。かくして鉄道事業者としての西日本鉄道の創業にかかる。 当線は事実上全敗となった。北九州本線、戸端線、枝高線、北方線、北方線は、九州電気軌道による開業ではなく、小倉軌道による馬車鉄道として開業した路線を、小倉電気軌道に譲として電化し、後に、九州電気軌道による小倉電気軌道の九州合併を経て、西鉄北九州線の一路線となった。 期間は 1067mm であり、1435mm の北九州センタ路線との直通は、不可能で、北方線専用の車両が用いられた。車両番号車両番号は、1号から85号までが、当時番号で、その後は神経式ごとに100の位で区分されていた。4は、市を連想させるため400型は、欠番とされた。北方線も含めて、 北九州線オリジナル車両は、ゴシック体が使用されていたが、連接車のみ、ローマン体を使用していた。66型も含め、福岡市内線廃止時に、北九州線に入線した車両については、塗装変更を受けても福岡市内線時代の、ローマン体はそのままであった。またこのうち300型と500型は、車番と、車体側面の車紋が切り文字で、 処理されており、塗装処理が標準だった北九州線において異彩を放っていた。全面の表記位置は、倉庫が標準だったが、600系の一部と三両連接車は窓状に表記し、他のボギー車も1976年からの塗装変更の際に順次窓状表記に改められた。塗装1911年の開業時には黒一式だったが、 廃線となるまでの89年の歴史で何度か塗装変更が行われた。600系の一部車両はそのすべての塗装を経験している。その他ボギー車は後の改造で進行方向左側の前面窓が二段上昇窓に、前面中央窓が H ゴム指示になるなど印象が変化している。筑豊電気鉄道の乗り入れは、 北九州戦前廃時点まで行われており、それまでに筑豊電気鉄道に在籍していた全形式が乗り入れていた。詳しくは筑豊電気鉄道車両の項目を参照。戦後は福岡市内線との間で多くの車両移動が行われている。また特殊な例としてワッいョイ百万夏祭りの花電車として、 1988年より1992年まで、鹿児島市交通局20系電車と長崎電気軌道87、型電車を借り入れて運行した。これら2形式も元は、西鉄福岡市内線の車両であった。他事業者に譲渡された車両として、2019年7月、現在、長崎電気軌道で、元23、築評電気鉄道で、 元 1044A、広島電鉄で、元502、熊本市交通局で、元 2014AB が現役で使用されている。車両数の変遷畜前三加駅構内に展示されていた頃の324太字は、西鉄北九州線内田線との接続電停。名称は、廃止時点のもの。 西鉄創立110周年記念として、西鉄バス北九州で2018年5月27日より、約1年間運行された北九州線、カラーラッピングバス。ありがとうございます。